やあみんな、指人形で世界に革命を起こそうとしている少年指人形革命家フジャボンだよ。さあ今日も指人形動画を撮っていこうと思うんだよね。さあ行ってみよう。もういつも見てくれてるみんなは指人形と救い人形の違いは分かってるね。これはテストに出ますよ。指人形、もうそれはもう説明はいらないですね。指をはめて遊ぶ人形、それが指人形。そして救い人形は、これは縁日などの景品として主に扱われている、人形救いの人形だから、これ救い人形。これは穴が開いてなくて、それで、まあ、指人形とサイズも非常に近くて、指人形の親戚のような存在ですね。私たちイビーズは当然この救い人形も一緒に集めてます。指人形よりも出来が良かったりとか、それから指人形より味があったりとかね、ポーズが良かったりとかっていう、そういった理由で集めてます。非常に救い人形も魅力がたくさん詰まっているシリーズです。そんな中で今日は私たちが今最もおすすめする救い人形見つけましたので、それをご紹介したいと思います。さあ何のキャラが飛び出すでしょうかね。今日紹介するのはこのキャラクター。はい、デデ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 、はい、ウルトラマンシリーズで最も邪悪なのかな悪のウルトラマンとして未だに、もう登場してから10年経ちますが、未だに大きな人気を誇るウルトラマンベリアル。これはあの普通の指人形で、まあ今も売ってるんですけど、皆さんもね、持ってる方はベリアルって人気キャラクターだから持ってる人も多いと思うんだけれども、今日はこのベリアルの救い人形というのが実はあってですね、これが本当にもうおすすめなんですよ。ちょっとそれを今回見せていきたいと思います。さあさあさあ、ベリアルの救い人形です。どんな出来なんでしょう。はい、カイザーベリアルなんですよ、救い人形でね。見てください、このマントの造形、すさまじいディテール。体の塗装はほとんどないんですけど、やっぱりこのマントの迫力に気を取られて何にも気にならないよね。でまたこの指人形と比較するとですね、指人形は、ちょっとデフォルメがきついというか、なんでしょう、ポーズがつまんないなのかな、なんだろう。でも背中とかよく見るとかなり頑張ってるね、今気づいたけど、背中の塗装とかすごいね。でもなんだろうね、前かがみすぎるのかな、なんだろうね、この物足りなさってなんだと思います。まあ、顔の造形とかも可愛いんだけどリアル系ではないよね。そんな中この救い人形はもうフェイスも完璧だし、この迫力で、ちょっとこのポーズ、なんだろう、肩を痛めてるのかマントを押さえてるのかは分かんないけど、僕はちょっとダメージを受けてるようなイメージでしたね。まあ、どういった解釈でもかっこいいのに変わりはないんでいいんですが、かっこいいよね。僕の持ってるカイザーベリアルと比較するとこんな感じです。カイザーベリアルはね、他にもマントのついた状態の指人形も出てるんですが、それは私はちょっとまだ所持しておりません。こんな感じで傷の塗装とかも見てもらうと分かるんですけど、モールド掘られてないし、なんか淡いんだよね。上からペンで描いたみたいな塗装になってて、なんか全体的にちょっとクオリティが低いですよね。これはこれで可愛らしさがあるから、ちょっと左よりもこっちの右の方が俺は好きだぜっていう人もいるかもしれないけど、私東北支部的にはこのやっぱ左の救い人形が素晴らしいなっていうふうに思いますね。これはね、手に入れるのに丸1年間かかりました。1年間探してやっと1個手に入れることができました。なんでしょうね、急にまた見かけるようになったんですよね。もしかしたらまだ探せば
すぐ見つかる可能性もあるので、ぜひこの動画見終わった後に皆さんも探してみてください。また私ともしかしたら競り合ってるかもしれないですが、我々ユビーズはね、救い人形とか指人形をね、もう気に入ったキャラっていうのは何個かやっぱ集めたくなっちゃうんだよね。まあこれは他のコレクターの方も同じ感覚を持ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、特に指人形は単価安いからね、簡単にポンポン買えちゃうっていう魅力があるから、ちょっとレアなキャラクターとかになるとなんか保存用にもう一個とか普通に集めたくなっちゃうんだよね。だからこれ僕もこのベリアルは、まあ、将来的にはもう一個くらいは欲しいかなっていうふうに思ってます。はい、そんなわけで今日は私たちユビーズが今最も熱いと思ってる救い人形のベリアルを紹介しました。さあ皆さんもレッツ指人形救い人形ライフをお楽しみください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。